思んないなっていう感じのムードがこう滞留すると思んなくなるやんか。ほんまに思んなくなりますもんね。はい、いいですいいです。だから動いてたらバカみたいに動いてたら結構おもろいよね。回ってくるわけですね。何それおもろいっていう情報がね、うん、もうどんなすごいどいだかでも多分面白いと思うんだよね。人次第ですよね、本当に本当に、その方が楽しめるっていうかね、そういうのもあると思うんですよね。あるあるある、下手なその情報だとかで何かにこう振り回され この人ええなとかいい味出てんなっていう人いるからね。いますね、ちょっと絡みたいなってうずうずする。でもなんかね、それが飛び取ったらシャイやったりとかするけど、そうそう、なんかもったいないんですよね、その時って。俺はシャイじゃないからどこでもいいんですけど、まあね、おもろやったらちょっとおもろいこと探してるんだったら乗ってくみたいな感じで。もうなんぼでもつけ、保証せえへんけど、危ないかもよみたいなところで。それいいと思うね。旅行間留学したらいいと思うな。いいですね。で商品開発して、その各そのアンテナ的なところがこう、そうですね、提携してなんかこう販売し合うとかね。お互いの物も人も交換ちょっとしてね。その方が広まりますよ。その相談をしようと思って今日は来ました。あ、そう。つまり京都とですかね。京都もそうだけど、なんかね、多分いっぱいあると思うんだよね。そういう変な閉じた感じのムードで。おもんないな。おもんないなっていうやつがどこ行ってもおるなと思って。この間のちょっとした時間ですけど。でそうやって自分のなんかマジで進めれるようなところだったら行ってほしいと思いますもんね。ちょっと行くんやったらマジで覗いてみーと。おもんないムード連れてきたりとかしたらおもろいかもしれない。おもんないムードを連れてきた。そうそうそう、こいつおもんないって言ってんねんけどどう思うみたいな、あこいつがおもんないみたいなこと言われたりとかして。お前自身に。いいじゃないですか。いや、そんなね、京都にもね、そんな願ったりかなったんですよ、こっちからしたら。京都もなんかその元気ないおっさんとかいるからね。おっさんね。なんかむちゃくちゃやってきて、なんか妙にこう、シュンとなってる人とか。この人すごい才能やなと思ったりとかするけど。違うベクトルの方がいい。そうそう、もうちょっと時代がちゃうんかなみたいな感じの人とか。遊べんのにまだ遊んだりとか。活躍の場が。あれば、すごく、そうそう、光ってくる人がいる。ポテンシャル、そういう意味ではね、あるある。あるのに。